皆さんこんにちは、フィレンツェチャンネルの清水春子です。今日もよろしくお願いいたします。イタリアでは本日新型コロナウイルスの感染者が2706人確認され、死者がついに100人を超え107人になりました。そこでフィレンツェに行きたいけれどフィレンツェはどうなっているのという質問を多くいただくので、今日はフィレンツェ中央駅とその周辺の様子をお伝えしていきたいと思います。先ほどの広場がサンタマリアノベーナ広場、そしてこちらがその隣のウニータイタリアナ広場になります。こちらがトランビア、フィレンツェのモノレール、そしてこちらがサンタマリアノベーナ教会になります。あ、こちらを見てください。ここはフィレンツェ中央駅の前なのだけれど、空車のタクシーがずらーっと並んでいるの。このフィレンツェ中央駅の前のタクシー乗り場はいつもだったらすごく待ち時間が長いのだけれど、こんな風に今日は空車がずらっと並んでいます。それではここからフィレンツェ中央駅に入ってみましょう。豆知識なんだけれど、ここの左側に見える薬局、ここね、ここは24時間空いているのでいつ来てもお薬が買えます。いつもはすごく混雑してる薬局だけれど、今日は中にお客さんは誰もいませんでした。こうやってね、マックもその隣にあるセファラもそうだけれど、中にはお客さんがほとんどいませんね。フィレンツェ中央駅の駅員さんと先ほどお話ししたのだけれど、乗客があんまりいなくて電車の中もガラガラだって言ってました。ここから切符を見せてホームに入ります。以前は切符がなくてもホームまで入れたのだけれど、今は安全のために更新システムになりました。イタリアは3月5日から3月15日まで大学を含め全ての学校を休校することを決定しました。ホームを見てみましょう。こんな感じです。いつもだったらホームにはずらーっと人が並んでいるんだけれど、今日はまばらですね。あ、この目の前にあるのがタバッキね。バスのチケットやトランビアのチケットもここで買えます。ではここからチケット売り場を見てみましょう。ここは普段はもう大混雑していて、ここのベンチは普段満員で座るところがないんだけれど、今日は空席がありますね。そして見ていただきたいのはここ、ここね、チケット売り場なんだけれど、ここって普段ももうずらーって長蛇の列ができてね、待ち時間がすごいの。それなのに今日は誰もいない。びっくりしちゃった。こんなチケット売り場初めて見た。ではここから地下のショッピングモールの様子を見ていきましょう。このエスカレーターで地下に降ります。感染者の多い北イタリアは今とても混乱してるけれど、フィレンツェは現在のところこのように街として機能しています。このエスカレーターの前にピアノがあるでしょ。ここではね、誰でも自由にピアノが弾けるの。ここは駅のショッピングモールの新館になります。でもご覧の通り利用客はまばらです。お店の店内はこんな感じ。店員さんしかいませんね。このお店は大人気店ですが、こんな感じでね、お客さんが少ししかいませんでした。ここが地下の大人気のバール。いつもあったら人がずらーって並んでコーヒー飲んでるんだけれど、今日は人がいなくてなんだか見慣れない光景でした。ではここからフィレンツェ中央駅の地下のショッピングモール旧館に行ってみましょう。旧館はこんな感じになってます。
い、ここから一旦外に出て外の様子を見てみましょう。この目の前にあるのがフィレンツェ中央警察署です。目の前に見るのがサンタマリアノベラ教会、そしてここはフィレンツェ中央駅広場になります。昨日までフィレンツェは雨が降っていたのだけれど、今日は晴れました。はい、それでは反対側の入り口からフィレンツェ中央駅コーナーに戻ります。今日はフィレンツェ中央駅とその周辺の様子をお伝えしてまいりました。フィレンツェチャンネルではこのようにフィレンツェの様子をリアルタイムでお届けしたいと思っておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日もご視聴どうもありがとうございました。皆様くれぐれもご自愛くださいませ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。